じゃあ時はカンパニー代表の関根です。小雨降る池袋立教大学ですね。今8時半ぐらいなんですけども、中原先生の、立教大学大学院の院ゼミがありまして、まあ、英語文献を担当するということから、まあ、参加させていただいてるんですけど、今日は、まあ、デザイン思考というテーマで、まあ、そこに興味があるということですね。ランフォレストの林さんとラーニングクリエイターの鈴木さんが今来る学生さんを目に留めてあ、ゼミの人も来た。あ、そうだ、今日同じく文献発表で本当は前日までにレジュメを送る約束なんだけど当日の朝送ってきた。失礼いたします。はい、いらっしゃいます。はい、お待ちくださいじゃあ、まず林さんの方どうですか今日は。はい、大人になってからの学びっていう意味で言ったら、私高校卒業して大学行ってないんで、はい、すごい楽しいなってすごい毎回あるんですよ。で、はい、ただこういう機会ってなかなかもらえないんで、はい、特にしかもデザインシンキングって今、はい、ビガーカンパニーの結構旬なネタなので、はい、またあの学術の観点から、うん、勉強できたらいいなと思ってそれからました。よろしくお願いします。ありがとうございます。鈴木さんいかがでしょうか。はい、朝から、うん、ああ見るなと思って歩いてきたんですけど、はい、初めてなんですね。はい、すごい、ね、クリスマスツリーが綺麗だし、イチョウも綺麗で気分が高揚してきました。おデザイン思考は、はい、そうですね、あまりよく分かってないんですけど、はい、すごくちょっと興味があったんで楽しみです。はい、はい、そう、一般社団法人ダジャレ日本ダジャレ活用協会の代表理事さんでした。あ、そうですね、それ言わないと、はい、なんでダジャレだろうじゃあ、院生の井上さんのいかがでしょうか、なんか今日。はい、デザイン思考は私も興味あるテーマで、はい、で今日自分が発表するテーマともつながるところなので、はい、はいはいはい、これからも楽しみです。はい、なるほど、じゃあこれで区切りましょうか。それではそれではありがとうございます